3月14日土曜日、今日の天気は雨時々曇り、最高気温は8度、寒いです。豊島情報スクエア始まります。皆さんこんにちは、加藤里奈です。3月14日土曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日午前11時から生放送でお送りしている豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。またご覧の時間帯で再放送をお届け中です。まずは番組をご覧の皆さんにお知らせです。豊島区では新型コロナウイルス感染症帰国者接触者電話相談センターを開設しています。ご覧の症状に該当する方は相談してください。必要と判断した場合は帰国者接触者外来受診を調整します。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く、強いだるさや息苦しさがある、これらの症状がある場合、平日午前9時から午後5時までは03-3987-4179 まで、午後5時から翌日午前9時土日祝日は03-5320-4592 までお問い合わせください。それではお待たせしました、番組スタートです。本日のテーマは日頃からできる体操やストレッチなどをご紹介している原口力也先生の生き生き池袋接骨院です。番組をご覧の皆さんから相談を受け付けていましたが、その相談に今日は乗っていただきます。またこれからも皆さんのお悩みやご相談などどしどし募集しているので、皆さん相談などメール送ってくださいね。それではゲストをご紹介いたします。帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科准教授、帝京池袋接骨院の原口力也院長です。原口先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、私は先生にお会いするの、はい、今年初なんですよ。そうですね、楽しみにしていました、はい、よろしくお願いします。はい、そしてこう3月ということで、うん、まあ、4月新しいシーズンになりますよね、うん、この悩みは今のうちに解決して、うん、そうですね、新年度を気持ちよく迎えられるように、うんうんうん、はい、ぜひよろしくお願いします。さあ、今日はたくさんの相談が来ていまして、お悩み解決編ということで、早速お悩みご紹介していこうと思います、はい、まず一つ目、60代女性からです、うん、足がつる小村帰りとはどのような状況ですか、また対処法や予防法はあるのでしょうか、はい、ということですが、はい、うん、そうですね、はい、実際うちの患者さんでも来られる方、うん、まあ、こういう症状を持って来られる方いますけども、はい、どうです、皆さん釣ったことあります？ありますよ、痛いですよね。ありますよね、はい、結構多いんですよ、うん、ただ釣ったことが問題ではなくて、なぜ釣るかってことをちょっと考えなきゃいけないので、はい、もちろん運動選手がね、はい、足釣っちゃったっていうパターンもありますし、うん、普通に寝てて、まあ、大体起きるちょっと前ぐらいに夜中足つっちゃったんだよなという方結構いますよね、うん、はい、でこれは全然別なんですよ、実は。そうなんですか。そうなんです、筋肉がつるってことは、うん、よく筋肉のこう膜、筋膜の痙攣だと思ってください、はい、こうつっちゃうククククと痙攣して縮んでる状態です、うん、本来筋肉って伸びたり縮んだりして動いてますよね、うん、これが縮みっぱなしという状況、はい、じゃあこれがなぜつるのってことになりますけども、うん、一番大きな要因っていうのはもちろん疲れと、うん、あと冷えですよね、冷えで、ね、まあ年配と言わないですけど中年以降の方だと大体つるのがですね、夜中、夜中、ほ、寝てすぐじゃないんですよ、はい、大体4時5時ぐらいです。あ、4時5時ぐらい、はい、気持ちよく寝てる時によく牛蜜時っていう時間帯なんですよね、はい、うん、この時間帯っていうのはこう体温が下がるんですよ、自分の体温が下がるので非常に釣りやすい状況にはあるということですよね。そうなんですね、うん、あとは別にこうアスリートの場合は一番大きな要素は脱水です。脱水、やっぱりね、運動して汗が出てきますから、はい、そこでミネラル成分ですね、うん、
カリウムとかマグネシウムとか、うん、そういうのが一緒に出ていってしまうのでつってしまうという、脱水が夏場、まあ、これからね夏場になって暑くなって、ね、うん、屋外で運動する時にはやはり水分補給なりをしっかりしとかないとやはりつるということが起こる、まあ、つってしまうイコール、まあ、小村帰り、はい、筋肉の痙攣ということになるので、うん、ただこれも強いカカっていう痙攣だと時に筋繊維まで切れちゃうんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうすると今度肉離れっていう病態にもなってしまうので、はい、まあその症状も予防できるんであれば限りなく予防した方がいいので、うん、じゃあそれを予防するにはどうしたらいいのということはやはり循環、循環ね、ふくらはぎっていうのは第二の心臓っていうぐらいなので、うん、これをよく動かす、そうすれば血液も回りますからね、うん、まあ簡単なご自宅でできる体操としてね、はい、ちょっとやってみましょうかね。よく血を回す意味でこう、うん、エコノミークラス症候群ってありますよね、飛行機乗っててなんか血が滞ってしまってね、うん、みたいなのがあるんですけど、その体操とも同じなんですけども、はい、もう普通に座った状態で足首を上げる上げる、はい、こう上げる下げる上げる下げるでもいいでしょう、こうね上げる、はい、下げる、もしくはこうですよね、はい、ふくらはぎを縮めて、はい、つま先立ちして下ろす、はい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 、もしくは上げる下げる、はい、1、2でもいいでしょう、1、2、そう、動きとしては小さいですがこれでも十分効果あるんですね。動いてます、ふくらはぎが動いてますということは血液が回ってますっていうことになるので、なるほど、要は血を回したいんですよね、はい、上のポンプは心臓ですから下のポンプはふくらはぎ、うん、これで血液循環が良くなって、あ、ね、冷えも予防できますよ、うん、ということになりますね。これだったらまあ、お食事中とかテレビ見ながらとか本当に簡単にできますもんね。そうです、なんか一概にこう貧乏ゆすりはどうなんだって話はありますけども、はい、実は血液循環良くしてますっていうわけじゃないのでちょっとねどうかなと思いますけども、まあちょっとやってみるのはいいと思いますよ。こそっとね。はい。はい、ありがとうございます。はい、さあ続いての質問を見ていきましょうか。はい、バネ指とはどんな状態ですか？ああ、なるほど。はい、こちらも対処法、予防法などはあるのでしょうか？はい。60代女性からです。うん、はい。まあこれは実際ねかかってる方が、うん、あ、どうなんだろうって話だと思いますけども、はい、実際バネ指、バネですから指をこう曲げ伸ばしした時にですよね、はい、ここが例えばグーした時にグーしてパーする時に引っかかっちゃうんですよ、指が伸びない、あ、伸びない伸びないでパキンと伸びる、まさしくバネスッといかないカコンってこう、そうバネ現象とかって言い方しますけど、はい、スムースでない、うん、引っかかっちゃうんだよね、結構普段生活しづらくなりますよね。で、うん、で何が引っかかってんだって言ったら腱が引っかかってるんです、うん、この腱がね指を曲げる腱が引っかかっちゃってるんです、はい、でこの剣縦のこう私見えますかね、見えてます、ね、この真ん中の指ちょっと曲げてみますと、うん、こうここの剣がこう動いてるのなんとなく分かりますよね。あ、本当だ、確かにこう引っ張ってるんです、はい、こういう風にね、動きますね。でこの引っ張ってる剣を横でこう押さえてるバンドがあるんです、はい、ここでこう、はい、摩擦で引っかかっちゃうんだよ、うん、まあ腱鞘炎のまあ、お友達みたいなもんだと思ってればいいんですけども、そうなんですね、やはりここがこうなんか握ったりとか、はい、まあ、主婦の方だと包丁をグッと握った状態でグッといっぱいね、うんうん、お料理してるとここで圧迫された状態で力が入ってるということなので腱の炎症が起こってバネ現象が起こる、うんうん、ただなりやすいこう基礎疾患というのもあるんですよ、はい、年齢というのもある、よく多いのが周産期の女性、あ、そうなんですね、あの産後の女性とか、うん、あとは閉経後の女性、ほうほう、これはどういうことかって、やはりホルモンの関係なんです、ホルモンの関係で腱がこう太くなっちゃったりするんです、そうすると余計引っかかりやすいっていうのもあるので、ホルモンが関係あるんですね、あるんですよ、うん、なのでそれを少しでも予防するためにもね、はい、じゃあ例えば台所やる前にストレッチやりますかって、まあなかなかやらないと思うんですよ、やりませんただ実際結構な力って使ってるんですよ、はい、そうですね、確かにそうなんです、押さえ法もそうなんですよ、うん、ですからまあ手先だけでも少し腱の状態を伸ばしてあげる、うんうん、こうやってね、あ、こう屈筋腱ってこう曲がる握る方の腱ですけど、はい、これの指も含めて、指も含めてグーッと伸ばしてあげる、しっかり伸ばす、そう、うん、で反対側もグーッと伸ばしてあげる、はい、じゃあ特にこう女性の方が家事する前とか、うん、そうです、そうです、する前とかに、はい、うん、ぜひやってほしい、気持ちいいです、そうじゃないと本当けね、こうバネ指になったら結構大変なんですよ、そうですよね、結構大変です、もしねこういうのを予防できれば、うん、ならないに越したことはないので、うん、もしねこうなってしまった、それでもなかなか治らないんだよな時はね、あの手術方法だったりとか、うん、注射だったりとか、もちろん保存療法というのもありますのでね、まあ、ご相談していただければなと思いますね、うん、はい、はい、
まずはならないようにこうしっかり伸ばすことが大切ですね。そうです。はい。はい、わかりました。さあ、まだまだ質問続きます。60代女性の方からです。ぎっくり腰とはどのような状態ですか？またはどのような対処法が効果的ですか、はい、ということです、うんうん。こちらも悩んでる方多いと思うんですよね。はい。ありますか、ぎっくり腰。私まだないです。ないですか、はい、いや私もあるんですよ。あ、そうなんですか。私もあります。こう負荷効力でなってしまうこともある、はい、で実際でぎっくり腰っていうのは、まあ、病名で言えば急性腰痛症、うんうん、というものになるんですよね、はい。まあ、急に腰が痛くなっちゃった、うん、じゃあその中に例えば椎間板ヘルニアがあったりとか、はい、脊柱管狭窄症があったりとかっていうまた神経の症状があるかないか、うん、関節の症状があるかないか、うん、もしくは筋肉だけの症状なのか、うん、ということで腰が痛いもいろいろ分けられるんですよね。そこで一般的にぎっくり腰っていうのは筋肉の問題、骨じゃなかったんですね、うん、骨とか関節とか神経とかではなくて、うん、筋肉の問題で腰が痛くなっちゃったっていうものはよく一般的にぎっくり腰っていう、うん、言い方をしますね。よく魔女の一撃とかっていう言い方もするんですよね。そうなんですか。そうなんです。魔女がこうグッと腰をこうやーってやっていてっていう、うん、ね、そう本当ですよ。本当ですよ。そういうあれもするんですよ。はい。ただやはりね、腰がガッとまあ、つったような状態だと思ってくれればいいんですけど、はい、これなかなか痛いので、うん、本当数日寝込んだりとかそういうのもあるぐらい結構辛いです。うん、じゃあその時もちろんならないような予防っていうのは必要ですけども、はい、なってしまったらどうしよう。うん、ということになるんですけども、まずは安静です。まずは安静です。動いたらもうダメ。もうダメ。もう少しでも横になった状態ね、はい、横向きで寝るのもいいでしょう、うん、少しでも痛くないようなポジションで安静を保ってあげる、うん、っていうのがいいと思います、はい、である程度落ち着いてきましたよということであれば、じゃあどうやっていこうかな、時には温めるのかな、冷やすのかな、チップ貼っていいのかな、うん、とかっていうのもあるじゃないですか、はい、まずはそういうのも含めても最初は安静がベストですよね。その安静にするときは、うん、冷やす温めるっていうのは、うん、もちろん急性の症状が出てるときはね、うん、少しアイシングという形で冷やしてあげるということもいいと思います、うん、はい、あとは簡易的なこうコルセットとかってありますよね、うん、こういうのをしてあげて、はい、局所の安静を保つというのが一番ベストです、うん、はい、でその次に、うん、じゃあなぜなっちゃったんだろうというところで、うん、じゃあ腰だけじゃなくて股関節はどうとかっていう話を、うん、まあ、治療でやっていけばベストかなと思いますね、はい、もう痛い、どうしよう、病院行くっていう前に、うん、ゆっくりまず休んでくださいという、ま、ちょっと半日でもいいでしょう、1日2日でもいいでしょう、うん、でゆっくりできるようだったら少しゆっくりして、うん、で動けるようになったらじゃあちょっと行ってみようかな、じゃあこれはもうどうしようもなくたっていう時はね、それこそ救急にねお世話になる場合もあるかもしれないですけど、うん、まずはちょっと様子見るっていうのも一つかな、はい、はい、わかりました、うん、皆さんもねぜひ気をつけてください、はい、そして続いての質問です、うん、30代男性の方からです、うんうんうん、しゃがむときに膝がパキッと音がします、特に痛みはないんですが気にしなくていいんですか、はい、ということですが、はい、結構います。います。なる方なります。います、はい、こう指を動かしてパキパキになりますとか、んですよ、膝を曲げ伸ばしすると結構いい音するんですよ。します。隣の人に聞こえちゃうみたいの音する方結構いるんですよ、はい、ただここで痛みが伴わなければ問題ないです。あ、そうなんですか。痛みがなければ問題ないです、うん、なんかてっきりこう体に重大なもう血管があるのかと思ってたら、うん、よくこう皆さんに聞かれるのが先生こう軟骨が擦れちゃってるんじゃないですかっていう、こう、まあ、心配ですよね、うん、で実際擦れてないですから。あ、そうなんですか。擦れてないです。実際じゃあなぜなるかっていう話になるんですけど、うん、まあ、膝の関節の間にはこう軟骨がありますよね、はい、半月板という軟骨があります、うん、でこの膝がこう動くときに、はい、当然この半月板も前に行ったり後ろに行ったり動くんですよ、うんうん、それでこの半月板が上の関節ですよね、はい、骨ね、うん、ここをちょうど受け止めるような状況、あ、膝が曲がっ膝実際曲げると、はい、曲げていくと半月板を後ろに来る、うん、で伸ばしてくると半月板ちょっと前に出てくる、はい、その時にちょっとずれるというかな、タイミングがずれてしまうとパキッとして、あ、スムースに動くよねっていうような状況、よくキャッチングっていう言い方をしますけども、はい、半月板が関節の適合性を良くするために動く時の音です。半月板が一言で言えば頑張ってくれって音なんですね。そう、半月板が動くぞっていう時の音、痛みが伴わなければですよ、はい、痛みを伴うようであれば今度は引っかかってるってことになっちゃう。あ、そっか。そうすると逆に膝の動き悪くなるので、はい、これはちょっと問題になってきます、うんうん、はい、まずはじゃあ痛みがあるかないかっていうところですね。そうです、はい、
あとあの私手の指とかもう本当になるんですよ、うん、これは膝とは違うんですか？これちょっと違う、うん、あの実際バキ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 ってやるじゃないですか。そうすると指が太くなるよって言いますよね、はい、あれやりすぎると確かに太くなるんですよ。そうなんですか。だからあまりねこうバキバキしない方がいいかなと思いますけども、膝が鳴るのと指が鳴るのはちょっと意味が違くて、はい、指の関節にもこう関節包という袋があって、その中にこう液体が入ってるわけです、はい、油が油滑らかに動くために油が入ってます、はい、その中にですねこう水泡ができたりするんですよ、うん、それが弾ける時の音って今言われてますね、うん、その弾けた時の衝撃というかな、はい、それが軟骨に作用して、うん、こう節が太くなってしまうよっていうことが今言われてるところですね、うん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 、あまり鳴らさない方がいいんじゃないですかね。鳴らさない方がいい、うん、ただその問題はない。問題はない。はちょっと節が太くなっちゃう。気をつけます、うん、女性の方はね特にね、はい、鳴らさない方がいいかなと思いますよ。わかりました、はい、さあ続いての質問です、うん、30代女性の方からです、はい、今筋肉痛があるんですが、うん、運動は続けるべきなのでしょうか、うん、マッサージやストレッチはした方がいいですか、うん、揉み返しはいいこと悪いことということで。そうですね、筋肉痛ですね、まあ、30代女性ということなので、はい、まあ、その運動ですよね、うん、運動することによってもちろん痛みが出てしまうというのはちょっとマイナスかもしれない、うんうん、はい、ただその運動をどのレベルでやるのかということなんですよね、うん、いやしっかり鍛えてね、筋力を上げたいとか、うん、そうなるとある程度追い込まなきゃいけない。あ、そうですね、そのためにはちょっと筋肉痛っていうのも、まあ、しかるべき、うん、とは思うんですけども、そうじゃない、はい、一般の方であれば、うん、あの運動した後に翌日筋肉痛になっちゃうとちょっと動くのもしんどいよってことになっちゃうので、まあ要は需要と供給が合ってないということです。ほう、自分の筋力に対してオーバーワークをしてしまったから筋肉がああもうダメだよって言ってるようなもんだと思ってください。でもそれを繰り返すことで筋肉っていうのはそのストレスに負けないように大きくなっていく。だある程度の負荷は上げてあげなきゃダメなんですよ、うん、同じことやっててもね、楽な運動して筋肉つかないですから。そうですよね、そういう意味では筋肉痛っていうのも悪いことはないけども、うん、その痛みとして強いとこれは問題ですよね、うん、じゃあトレーニングした後に筋肉痛させないようにするにはトレーニングの後のストレッチ、うん、こうゆっくりねストレッチしてあげて筋肉痛にならないようにっていうことが大事だと思うんですよ、うん、でまた揉み返しってのは別なんですよ。あ、そうなんですか。よくこうマッサージってなんかね、病院行ってもこうマッサージしてくれますけども、はい、なんか次の日首が痛くても揉み返しかなっていうのをよく聞くじゃないですか。あれもですね、こう押すっていう刺激ですよね、はい、これも刺激なんですよ。でもある程度の刺激であればあ気持ちいい、ね、気持ちいいなって済むんですけど、ちょっとあ強いなと思うと筋肉はあいじめられてると思うんですよ、ね、いじめられてると思った筋肉はギューッと縮んじゃうんです。かでもそれが揉み返しです、うん、反応です。だからどのくらいの刺激を入れてあげれば筋肉は緩むのか、うん、入れすぎると硬くなるよね、うん、じゃあちょっとその揉み返しっていうことなので、ちょっと刺激がオーバーだった、うん、ちょっと強かった、その反応としての揉み返しということになるので、あまりいいことではない、うん、と思いますよ、はいはい、筋肉痛と揉み返し違うということですね、うん、そうですね、はい、しっかりわかりました、はい、そして最後の質問になりました、うん、60代女性の方からです、うん、膝や腰が痛くてストレッチできません、うん、ということでストレッチ教えてくださいとのことです、はい、まあ、実際ねこう座で、はい、座った状態でやるっていうことになるんですけども、うん、あの本来腰、はい、腰はそんな動くところじゃないんです、そもそもは、うん、じゃあ実際どこが動かなきゃいけないかっつったら、はい、股関節とやはり胸椎、ね、胸なんですか、 胸の背骨のところですよね、はい、ここのところが動くんです、うん、腰はそんな動かなくて済むんです、はい、だから股関節と胸椎が動かないと腰が痛くなるということなので、じゃあそれを動かしていきましょう上手にねということなので、まあ座ってということなので、まずこのままねこう少しねじる、ねじる、はい、これで胸椎の回旋という運動になります。これ反対も、はい、胸椎ということは胸が、そうですそうです、伸びてるんですか、伸びてるなっていう感じですよね、はい、あ、気持ちいい、ねじる運動、はい、これいいですよね、はい、あとはこのもも裏のハム、はい、もも裏、そう、足を伸ばしてこう少し前かがみ、もも裏伸びてるな、伸ばして少しこうかがめていく、そうです、はい、ね、こうじゃダメですよ、こう、はい、今股関節ある、アドレス出てますね、はい、はい、こんな感じですよあ、いなくなっちゃった、ハムを伸ばしてくださいねこうやりながらいろいろ悩みが出てくると思うので、そう、伸ばした状態で、あ、気持ちいい、
あ気持ちいいな、これを感じながらやってる、はい、うん、やっていくのがいいでしょうね、はい、痛くない範囲でやってみましょう。わかりました、皆さんもぜひ真似してみてください、はい、とっても気持ちよかったです、はい、はい、皆さんまた明日。